在香港カナダ総領事館は中華人民共和国香港にあるカナダの総領事館である。香港とマカオを管轄する。1985年以来、中間にある公益広市場ビルの11階から14階に入居している。ここでは23人の外交官と117人の現地雇用スタッフが様々な業務に従事している。現在、公益広市場には 香港証券取引所や日本国総領事館も入っている。この地域におけるカナダ領事館の歴史は1923年に始まる。この年、カナダは移民事務所を香港に開設した。1929年には商務官のポール・サイクスがカナダ商務官事務所を構えている。この事務所は1941年に太平洋戦争が始まると閉鎖されたが、 終戦後の46年には再開されている。1971年には弁務官が派遣されるようになり、1997年に香港が中国に返還されるまで在香港、カナダ弁務官事務所と呼ばれていた。ありがとうございます。